まず、コーヒー is drunk all over the world。コーヒーは世界中で飲まれています。この文で新しく使われている文法が受動態というものです。受け身とも呼ばれることが多いですね。さて、受動態の文章の作りですが、例文とともに確認していきましょう。まずは主語、コーヒー。そして次に、B 動詞の is と。そしてドリンクの過去形。じゃなくて、過去分詞。drunk。最後に、世界中での all over the world。ということで、このように受動態の文章は、主語プラス B 動詞プラス過去分詞で作ることができますと。次に、受動態の文章の日本語訳について紹介します。例の do のように、されるにすべて変えればいいのですが、意外とこの日本語が思いつかないってことはありませんかね。今画面に映しているものをスムーズに受動態の日本語に直せるでしょうか。特に問題なくわかるのであれば大丈夫です。わからなかったらまずは日本語を覚えていきましょう。ということで、こちらは作られる、買われる、書かれる、話される、読まれる、知られる、それぞれなりますと。次ですが、受動態の日本語訳、時制についてです。受動態は過去分詞を使いますが、過去分詞を使うイコール過去形ではないですと。なので、今回の例文も、コーヒーが世界中で飲まれていたにしないように注意ということです。ということで、文章の時制、過去とか未来とかですね。これをやってるのは B 動詞ですと。飲まれたのように過去にしたいなら B 動詞を過去形にする必要があります。ですので、コーヒーが飲まれたはコーヒーはスランクにしないといけないわけですねと。では次に行きます。Paper cups are used in many coffee shops. 飲みコップはたくさんのコーヒー店で使われています。続いて、Your paper cups were recycled last year.ほとんどの紙コップは昨年リサイクルされなかったということで、こちらは受動態も大事ですけど、few の使い方もとても大切です。few でほとんど何々ないという否定の意味になるんですよね。覚えていたでしょうか？また、few は数えられる名詞に使うものでしたが、数えられない名詞につくのは何か即答できますか？過去範囲の知識の復習もとても大切になるので、答えられなかった方は復習しておきましょう。次が、These beautiful photos of shooting stars were taken by Chris. これらの美しい流れ星の写真はクリスによって撮られました。という文章です。次が、Pluto was discovered by an American astronomer. 冥王星はアメリカの天文学者によって発見されたという文章です。プルートが冥王星、ディスカバーが発見する、アストロノマーが天文学者と。ディスカバーは特に重要な単語なので、この際覚えておきましょう。ここで受動態の文章の作り方についてキーポイントの例文を用いて確認してみましょう。ここではこんな風に考えてみるといいよという例を紹介しています。で、早速なんですけど、受動態の文章の作り方を学ぶ前に、一度、受動態の文章から、能動態の文章を作ってみましょう。さて、例文の These beautiful photos of shooting stars were taken by Chris ですが、まずは、受動態の文章の by の後が、能動態の文章の主語になりますと。で、次に動詞が were taken、受動態から took の能動態に変わりますと。で、最後に受動態の文の主語が took の目的語になります。さて、先ほど説明した文章の作り方を見ていきましょう。まず受動態の文章の by の後が能動態の文章の主語になるというのは、こういうふうな動きです。次に動詞が were taken から took に変わるというのは、このように were taken took に変わるよと。次、最後が、受動態の文章の主語が、took の目的語になるということで、
まあ、こんな感じになりますよ、ということですね。今のが能動体の作り方でした。では、今できた能動体の文章ですね。これを受動体の文章に変えるとどうなるかというと、能動体の文章の目的語。Chris took these beautiful photos of shooting stars の These beautiful photos of shooting stars が目的語ですね。これが受動体の文章の主語になるので、まずは These beautiful photos of shooting stars が主語になりましたと。2番が動詞が took から were taken になりますよということで、These beautiful photos of shooting stars were taken まで書けましたと。最後に能動体の文章の主語、Chris が受動体の文章の文末に置かれるということで、まあ、最後、バイとともにと。ということで、バイクリスになりますと。では、キーポイントの例文を、だったら受動体の文章にできるか見ていきましょう。1個目が、能動体の文章ですね。アメリカの天文学者が冥王星を発見したというのは、An American astronomer discovered Pluto。これを受動体にすると、Pluto was discovered by an American astronomer になるよと。ということで、こちら書けるようになったでしょうか。さて、ここで一度疑問を解消していきましょうと。紹介してきた文章の中で、by がないものがあったんですよね。例えば、最初に紹介した Coffee is drunk all over the world には、by がなかったんですよね。この文章の動態にしたら、Two people all over the world、drink coffee 等に変えられますと。で、まあ、この文章の日本語が世界中の人がコーヒーを飲んでいるというふうになるわけで、まあ、なぜ受動体にすると people がいなくなるのと。で、受動体では、行為者が不明瞭であったり、一般的な人であったり、あとは行為者がはっきりわかる場合ですね。そういうふうな場合は、特に by を使って書かなくてもいいというふうになってます。まあ、例えば、世界中でコーヒーが飲まれていると、世界中の人にコーヒーが飲まれているという日本語の文章で、まあ、得られる情報に変わりがあるかというと、まあ、ほとんどありませんよね。コーヒーを飲むの人間なので、人の部分がなくても、あまり変わらないよと。ということで、一応コーヒー is drunk by people all over the world も別に間違いはないと思いますけど、言わなくてもいいことを言ってるので、まあ、若干ニュアンスが変わるかなという感じですかね。次が English is not spoken in this area。 英語はこの地域ではなされていません。 A Japanese comic books read in New York。 日本の漫画はニューヨークで読まれていますかと。今、例文に出てきたのが、受動体の文章の否定と疑問文ですと。例文は、be 動詞の後に not をつければ OK ということで、肯定文だったら、English is spoken in this area ですが、否定文は、English is not spoken in this area と。疑問文だったら、主語と be 動詞の位置を入れ替えれば OK なので、肯定文が Japanese comics books are read in New York だったのが、疑問文だと、主語と B 動詞の位置が入れ替わって、A Japanese comic books という風になるわけですね。まあ、B 動詞を使っているので、B 動詞の文章の時と、否定文と疑問文の書き方は同じと覚えてしまうのが楽かなと思います。次が、These e-books can be downloaded for free と。これらの電子書籍は無料でダウンロードできますと。ということで、こちらですね。助動詞プラス、B 動詞プラス過去分詞で、助動詞を含む受動体の文章も作ることができますと。いかがだったでしょうか。受動体は、この形を覚えても、結局過去分詞が書けないとダメなので、過去分詞がまだ覚えきれてないという場合は、その練習をまず先にやるべきでしょうね。Today, I wanna be the light to lead you in.
Whatever you say, you may feel like being alone. Well, I can be the one you read on now. The world is yours.